バイエルイン福音ルター派教会は、ドイツ福音主義教会に属する20の福音主義宗教会の一つである。宗教会は本部をミュンヘンに置き、他の宗教会と同様に広報上の社団でもある。この宗教会は1537の教会共同体を持ち、2.297、528人の教会員を有している。教会員数は、ハノーファー。 ラインランドに次ぐものであり、ドイツの宗教会では3番目である。バイエルン福音ルター派教会は、ドイツ福音主義教会に属するルター派教会であり、ドイツ合同福音ルター派教会の加盟宗教会でもある。バイエルン福音ルター派教会における、主座教会は、ミュンヘンにある聖マテウス教会である。他の重要な教会として、ニルンベルクにある二つの主要な教会、聖、 ゼバールとセイローレンツ協会があり、ここで新任監督の就任式が開催される。これら二つの協会でもこの宗教会監督が説教を定期的に担当する。この宗教会は福音主義アカデミーをトゥッチングに持っている。バイエルン福音ルター派協会の管轄地域はドイツ連邦共和国バイエルン州全土である。バイエルン州教会の取材教会ニュルンベルク。 聖ローレンツ教会バイエルン州の昔からの中心地域は宗教改革以後においても伝統的にローマカトリックのままであった。1806年から1810年にかけてバイエルン王国はその当地地域を現在の周域まで拡大した。その際、王国内に数多くの福音主義教徒の住む地域が編入された。とりわけ、 フランケン地方と数多くの帝国自由都市が福音主義であった。1806年、王国内の全プロテスタントは一つの教会に統合された。さらに、ライン川ワ岸ガン地域も属していた。ライン川ワウガン地域、バイエルン王国の中心地域において、1817年、国家最高修務局の下で合同共同体という制度が導入された。しかし、 それぞれの教会共同体は以前からある教派の信条を忠実に保持していた。1853年、バイエルン州ラインガ,ワウガン地域の改革派協会共同体において改革派だけによる教会総会と教会指導部が設立された。1918年において改革派協会共同体はバイエルン両方協会から制度的に完全に分離され独立した。 バイエルン福音改革派協会は後に、レイヤーに本部を置く福音改革派協会に統合された。バイエルン療法協会は1919 19年からルター派協会共同体のみになり、1921年からライン側ウガンバイエルン福音ルター派協会という名称になった。1921年、コーブルク福音療法協会が統合された。第二次大戦後、 ライン川左岸地域がバイエルン州から分離され、1948年から現在の名称であるバイエルン福音ルター派協会が使われている。バイエルン王国時代のバイエルン福音主義協会の主張は協会統治者としてバイエルン国王であった。王国の協会担当部局である最高州務局によって両方協会は運営されていた。第一次大戦後、 バイエルン国王は退位させられた。王の退位後しばらくの間、最高州務局長官が、教会の主張としての職務を遂行した。さらに、バイエルン州教会は、新たな教会規則を制定した。それ以降、州教会の主張は、教会議長になった。その称号は1933年以降、州教会監督になった。教会担当部局は、 宗教会事務局という名称に変更された。ニュルンベルク市にある宗教会資料館には詳細な歴史資料があり、一般に公開されている。バイエルン・福音ルター派協会は1999年に教権を改定した。ルター派協会のアウクスブルク信仰告白とマルティン・ルターによる小距離問答1934年に発表されたバルメン宣言を 信仰告白として定義づけている。宗教会指導部は、宗教会総会、宗教会総会常任委員会、宗教会評議会、宗教会監督によって構成されている。宗教会の議会は、宗教会総会である。その総会を構成する総会議員たちは、個々の教会共同体にいる、教会役員たちによって選ばれる。 宗教会総会の任務は政治における議会と比較し得るものであるが、もちろん、バイエルン福音ルター派協会に関する事項に限定される。宗教会総会常任委員会は、総会閉会時において、宗教会総会が担う職責を引き受ける。総会で選出された、宗教会総会議長と12人の総会議員たちが、宗教会総会常任委員会に属する。 宗教会総会議長は宗教会総会長任委員会を主催する。宗教会総会の代表は宗教会総会議長である。宗教会総会議長宗教会監督が説教を行うミュンヘンマティウス教会宗教会評議会のトップには宗教会監督が置かれる。監督は宗教会総会で12年間の任期で選出される。 監督職は65歳の定年で終わる。宗教会総会は必要条件を満たした場合、監督を解任することができる。宗教会評議会は、宗教会監督と高等教会評議員たちによって構成される。最高州務局長官、教会議長、宗教会監督。 ハインリヒベット・フォード・ストロームは2011年4月の宗教会総会で投票により監督に選出され、2011年10月30日付で宗教会監督に就任した。教会における常設指導部である宗教会評議会、議長は宗教会監督である。宗教会評議会には、ミュンヘンにある宗教会事務局内の部局長と6人の地域監督が所属している。 そこに所属する者たちは高等協会評議員の称号を持つ。宗教会評議会は教会事務局において定期的に会合を月一度開催する。この宗教会の行政構造は下から上まで次のようになっている。基盤として教会共同体が存在している。それは広報上の社団として存立し、選出された教会役員たちを有している。 協会役員会の構成員たちは、協会役員、カーチャンバステアと呼ばれる。複数の協会共同体、カーチェンジェメインドが一緒になって、地区、デコナッツ・オベザーアックを形成する。地区の責任者は、地区長、あるいは地区長夫妻である。同様に、地区、デコナッツ・オベザーアックも、広報上の社団であり、指導機関として、地区総会を持つ。地区総会は、 教会共同体から選出された大議員たちによって構成される。複数の地区が一緒になって、教会管区カーチェンクレイスを構成する。教区の責任者には、高等教会評議員、オバーカークヘンラット、オバーカークヘンラトンがいる。この高等教会評議員は、地域監督、リージェノルビスコフィン、リージェノルバシャーフの称号も持つ。2006年以降、ニュルンベルク教区において、 夫妻で分担しながらこの職務を担っている。教区はそれ時代の指導機関を持たない。6つの教区が合わさって宗教会を形成している。1921年、バイエルン両方教会において教会管区が設けられている。本来、3つの教会管区しかなかった。教会政治的考慮から1935年において、 バイロイト教区からニュルンベルク周辺の地域が新たな独自の教会管区として指定された。第二次世界大戦後、旧プロイセン地域に住む福音主義信徒たちが、故郷追放によってバイエルン州へ流入してきた。この状況において、元来はカトリック教徒のみが住んでいた地区において独自の教区が創設された。現在は6つの教区がある。 68の地区が1531の教会共同体に分けられる。第二次世界大戦後、バイエルン州諸都市における福音主義信徒避難民の流入によって、地区と教会共同体の数は増加した。その際、地区が分割され、新しい教会共同体が形成された。その上、従来カトリックが支配的な地域に多くの福音主義信徒が流入し、 新たな教会共同体が設立された。ありがとうございます。